この本も手紙も今までずっとここにあって、はるなちゃん知らなかったんだよね。ええ、そうですわ。私、はるなちゃんがこれを見て私とお友達になってくれたって思ってたんだけど。いえ、それは違いますわ。私とくるみさんが仲良くなったきっかけは。きゃ、いったー、転んじゃった。くるみちゃん大丈夫？みーこ、シスター呼んでくるの。ちょっと待ってて。あ、みーこちゃん。痛いよ。白鳥さん、大丈夫ですか？春日さん、怪我をした場合はバイ菌が入らないよう傷口を水道の水できれいにするのですわ。さあ、行きましょう。くるみちゃん、シスター呼んできたの。あ、春菜ちゃん。傷口は水道の水できれいにしましたわ。あとは保健室で消毒してもらいましょう。春日さん、ありがとう。と、みんなでくるみさんを保健室に連れて行って、確かこれが私とくるみさんが仲良くなったきっかけの出来事だったはずですわ。でもそれってこの手紙を見て話しかけてくれたってことじゃ。怪我をした人を見かけたら助けるのは当然ですわ。じゃあ、この手紙は関係ないってこと？はい、関係ありません。わあ、私きっと、はるなちゃんがこの手紙を見て、お友達になりに来てくれたんだって思ったんだ。だからいたずらも成功したって思って、それでそのままずっと忘れちゃって。ただのいたずらじゃなかったんだね。理由はわかりましたが、学校の備品を隠したのはいけないことですわ。早く返しに行きますわよ。それはわかってる。でも、そっか、はるなちゃん知らなかったんだ。じゃあ、はるなちゃん。はい？何ですか？改めて、私とお友達になってくれる？そんなの。もうとっくの昔にお友達ですわ。そうでしょ？そっか、そうだよね。だからといって私が楽しみにしていた百科事典を隠していたことは許せませんわ。キャー、ごめんなさい、許して。小学生の可愛いいたずらだから。それとこれとは話が別です。お待ちなさい。だいたい直接言ってくださればよかったのではありませんか？いつもの二人だね。ミーコ、いつものくるみちゃんとはるなちゃんが大好きなの。うん、私も。